はいどうも、川口さんです。今回はね、 IQ の高い国って、幸せかどうか、これについて考えていきます。ね、一般的になんとなく IQ って高いほどいいと思っている人多いかと思います。まあ実際ね、まあ、IQ の高さと、まあ、頭の良さっていうのは一生のように思われがちなので、頭のいい人が多い国は、まあ、国もいい国だろうと、まあ、そう思う気持ち、これは分からなくもありません。でもね、どうもその社会全体の頭の良さに関しては、その国のとか社会の幸福度とはあんまり関係ないんじゃないか、むしろ平均 IQ の高い国の方が正直暮らしにくいんじゃないかと、そう思っています。で、今からその理由を説明します。まずその日本がね、世界の中で IQ が高い国なのか、それとも低い国なのか、これについてまず話していきます。でね、結論を言いますと、日本人の平均 IQ、まあ、調査にもよるんですけれど、僕の調べたところだと日本人の平均 IQ は105、これだいぶ高い方なんですね。あのトップ5に入るぐらいです。ちなみになんですけど、韓国が106、中国が105、シンガポールと香港が108というふうに、まあ、だいたい東アジア、というかアジアですね、平均 IQ が高い傾向にあります。で、逆にね、その欧米って、まあ、世界の中でもだいぶ進歩しているというか先進国の多い地域ではあるんですけれど、の平均 IQ 実は100以下っていうのも結構少なくないんですね。例えばイギリスが100で、アメリカが98です。 IQ とは何ぞやっていう話にもなるんだけれど、の理論値ではね、 IQ の平均って100なんですよ。でもその IQ の平均が100っていうのは、の理論的には正しいんだけれど、その実際は正しくないんですね。というのも、どうもね、これいろんな調査を見たらわかるんですけれど、イギリスの平均が100になるように設定されてるんですね。なので、その日本の平均 IQ って、まあ、105だったり108だったりいろいろ変わったり結構変わるんですけれど、の大体の調査でイギリスの平均は100になっています。なのでね、逆にあんまりその先進国であるイギリスと比べて、教育のレベルが低い国、例えばアフリカ諸国とかインドだったら、その IQ が結構ね、60とか70とかの国も結構あるんですよね。で、こういう国の人口が先進国の人口よりも多いということを考えると、世界の平均 IQ は80前後なんじゃないかと僕はそう考えています。で、話を元に戻します。まあ、日本は世界の中でもかなり IQ の高い国、じゃあその IQ の高い日本は暮らしやすいかどうかというと、まあ、暮らしやすいところもあるけれども、どうも世界ワーストのところもあるんじゃないかと、そう思っている人、そう考えている人は多いと思います。まあ、具体的に言うと、例えばインフラは結構整っている、その水道水が飲める、これ実は世界の中で日本を除いてもう数カ国しかないと。あとはこう電車が時刻通りに来ることが多い、まあ、特に東京や大阪など都会はそうですよね。こういったところはもう世界の中で日本が誇れる部分だと思います。ただその一方でやっぱり長時間労働問題になりました。あるいはもう賃金がなんか平均賃金が下がっている、GDP が他の国はどん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 伸びているのに、ここ30年間であんまり変わっていない、ジェンダーギャップ指数ももう世界の中でだいぶ悪いと、あるいは自殺率が高い、こういった諸問題いろいろ抱えています。なぜ、平均 IQ の高い日本でこういった問題が起こっているか、まあ、端的に言うと暮らしにくいか、これについてですね、その理由を説明します。まあ、大きく考えて理由2つありますね。まず1つ、その国民が仕事とか学校において求められる水準が高いんですね。まあ、これ逆に言うと弱者に厳しいと言えます。日本ってやっぱり IQ が高いというか、その結構難しいことでもなんとかやっていける人って多いんですよ。
加え逆に言うと、なんとかやっていけない人を蔑む傾向にあるんですね。まあ、つまり弱者を救えない国でもあるんですよ。だから、まあ、ホームレスの人権はどうでもいいとか、そういう考えになるんじゃないかと思っています。で、今ってその世界の人々の、まあ、端的に言うと頭が悪くなってるんですよ。まあ、おそらくスマホなどのデジタル機器が登場したことが関係していると考えられていますが、まあ、最近だと教科書が読めない子供が増えているという本も出版されました。で、だからね、こう昔だったらこれで何とかやっていけるような仕事でも、今の人って何とかできないことが多くなってるんですね。だから余計、どんどん生きづらくなっているんじゃないかと思います。で、理由2つ目、革新、改革、これの必要がなくなるんですね。自民党政権がずっと続いているのもそうですし、あるいは iPhone みたいな技術革新が日本であんまり起こらない、これはね、実は日本の平均 IQ が高いことが関係しているんじゃないかと考えています。まあ、一番典型的なのが、つい最近までファックスが現役だったということですかね。ファックスで考えてみると、このファックスという昔の技術、これに会社員とか役員が自分の能力を合わせるんですね。つまりそのファックスが持っている不便な点、これを個人の力量で乗り越えることができると、そんな人が多いから未だにファックスに不便さを覚えないと。ガラパゴス化っていう言葉、昔、使われていたと思います。まあ、携帯とかそうですかね。すでにあるものにどんどんこう改良を加えていく、これがまあ日本のこうお家芸とされるところですが、まあ、逆にね、 IQ の高い日本人に合わせた技術なので、これ国際的には広がらなかったということですね。で、その改善はうまいんですよ、日本人って。でも改革はやっぱりなかなかできないと。つまり、ね、改革って困っている人が多いと起こるんですね。で、日本は、まあ、なんか不便さがあってもそれを乗り越える人が、まあ、少なくとも昔は多かったと。だからなかなか改革が起こらないんじゃないかと、そういうふうに思っています。今回は IQ の高い日本でなぜ暮らしが良くならないか、これについて考えていきました。今回は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。